白井龍二郎は日本の教育者。北海道でアイヌへの差別意識が根強かった明治時代において差別意識に真っ向から立ち向かい数々の教育改革に取り組んだ。同様にアイヌのために尽力した教育者である吉田岩尾と共にアイヌ教育の父とも呼ばれる茨城県真壁郡関本町出身。染物業との兼業農家の次男として誕生。 地元の農学校を卒業後、農業の教師を志し、1900年、当時の農業教員養成学校としては、最高学府である、東京帝国大学農科大学附属農業、教員養成所に入所した。同年5月、東京のキリスト教青年会館で、北海道旧土人教育会主催による演説会に参加し、ハワイでの殿堂から帰ってきた、アイヌ救済運動家、 小矢部善一郎のアイヌについての講演を聞いた。当時、アイヌの人々は、長年の差別と貧困に苦しみ、病気を患っても医者にかかれないことも多く、教育を受けられないものも多かった。白井は、アイヌの存在と彼らの当時の現状を知って、衝撃を受け、アイヌ教育に一生を捧げる決意をし、オタリ部のアイヌ救済事業への参加を訴えた。 オタリ部は、当時のアイヌの生活を考慮し、白井には到底手に負えないと考え、はじめこそ良い返事をしなかったものの、白井の熱意に折れることとなった。アブタの海岸1901年に、教員養成所を卒業。同年8月、本来なら、エリートとして、立身出世の望める立場にあったにもかかわらず、条件の良い就職をすべて断り、オタリ部が、 北海道をアブタ村に創立したアブタ学園の教師になるべくオタリ部の助手として北海道に渡った。北海道では明治20年頃までは多くのアイヌの児童たちが和人との共学の形式で学校に通っていた。しかしアイヌの児童たちは家庭の手伝いのために欠席が多かった。また本州から北海道への入植が進んで和人の人口が増えると アイヌと和人との間に衝突が増え、生活習慣の違いもあって、アイヌの児童たちは次第に学校から遠ざかっていた。白井はこのことで、アイヌの児童たちだけが通うことのできる学校を思い立った。自ら北海道町に働きかけ、アイヌ学校の設立を訴えた。一方では、アブタの古丹の家々を回り、児童たちに学校に通うよう呼びかけた。こうした、 白井の努力の甲いあって、アブタに加えて、平取りと室蘭に、アイヌ児童のための学校が、国費によって設置されることが、道庁で決議された。もっともそれは、アイヌ児童の教育のためというよりむしろ、日本国民としての民族同化の促進が、主目的であった。そのために、アイヌ号を一切禁止し、就業年齢を和人より一年遅らせ、小学校四年間で和人の三年分を、 学習させるなど、様々な制限が設けられた。こうした、明らかな差別教育にもかかわらず、白井は、これを、出発点と見定め、アイヌ児童たちと共に、教育の道を歩むことを決心した。1902年、アイヌ児童のための学校である、アブタ第二人情高等小学校が開校し、白井は校長に就任した。白井の他には、家事裁縫の代用教員が一人。 のみであったため、白井は、校長職のみならず、学級担任、保健教員、事務職員、用務員の役割も一手に引き受け、学校の宿直室を住居とした。経費は常に不足しており、それを補うため、巻き割りなどは白井自身が率先して行った。また、保護者や卒業生の協力のもと、寄付を募り、校舎の増築、備品の調達も行った。加えて、 当時のアイヌ学校の教師の給料は、馬人学校の教師のおよそ半額であったにもかかわらず、白井はその中から自腹を切り、ノートや鉛筆など、新しい学用品を用意した。児童たちにとってそれは大きな喜びとなり、学校は、次第に、夢や希望を与える場所になっていった。また白井は、アイヌの学校の教育では、児童の自律的な活動を重視した。体験。 勤労学習や礼儀作法の指導などを積極的に取り入れたり草花の図案化などでアイヌ民族の造形的才能を引き出していった。日清戦争から日露戦争を経て日本が次第に軍国主義に傾いていくとその国家政策において教員の給料が大幅に減俸された。これによってただでさえ給料の少なかった白井の生活は たちまち立ち行かなくなった。折しも白井にはハワイの日本人教師の話が持ち上がっており、この地は自分に合わないかもしれない。ハワイも悪くないと考え始めた。ところがハワイ行きの話を知ったアブタコタンの人々は一斉に白井のもとへ駆けつけ、先生がいなくなったら子供たちも自分たちも困る。やめないでくれと必死に訴えた。 古端のみならず、役所の人間や寺の住職まで、何日も渡って、白井のもとを訪れ、ある者は必死に説得し、ある者は涙を流して、白井を引き止めた。学校の生徒たちの父母は、寒波で集めた金を生活費として、白井に届けた。白井は、自分以上に貧しい暮らしをしている、人々のそのま心に涙し、あぶたに骨を埋めることを決意した。 1915年、白井の功労が認められ、文部大臣から教育功績賞を授与され、150円の賞金が送られた。白井はこの賞金を村の皆が支えてくれたからいただいたものだから、自分一人で使うことはできないと言って、村のために役立てるべく、村への全額寄付を申し出た。白井の年収にあたる代金の寄付に、周囲からは、正気ですか の声すら上がった。この寄付金によって記念館が建てられ、村民のレクリエーションの場として活用された。大正時代中期になると、和人とアイヌとの差別教育への反対意識が次第に強くなった。1921年、北海道旧土人保護法の大改正が行われ、アイヌの小学校は廃止され、和人とアイヌの小学校の統合が示された。 アイヌ児童だけの小学校は差別教育の象徴だとするアイヌ側と同化政策の方針からアイヌを直接和人教育へ組み込もうとする行政側の意見が異なる理由ながらも初めて一致したことによるものだった。同1921年、第二小学校は和人の学校である第一小学校と統合され、アブタ人情高等小学校となり、 白井はその校長に就任した。第二小学校のアイヌの児童たちは、レベルの低い教育を受けていたことで少なからず、和人から差別を受けていたため、この統合を大いに喜んだ。しかし白井は、この統合は、大きな試練になることを予期していた。統合後の学級の中では、アイヌの生徒はも六6人程度で、肩身の狭い思いは避けられず、また言葉、文化、価値観、 生活環境の違いも否定できない。授業内容も多少アイヌに合わせた内容になるため、和人の生徒にとっても戸惑いがあろうことから、両者の間にトラブルは避けられない、との考えだった。やがて彼の器具通り、アイヌの生徒たちは自分たちの置かれた状況を理解し始め、次第に和人の生徒に遠慮するようになり、欠席する児童も増え始めた。ある日ついに、アイヌの児童と、 アイヌを馬鹿にした和人の児童との衝突が、とっくみ愛の喧嘩にまで発展した。喧嘩を止めに入った白井は、悲しみの、あまり立ち尽くしたまま、肩を震わせてうなだれ、涙をこぼした。それを見ていた児童たちは言葉を失い、白井にすがりついて大泣きする児童もいた。この一件は、全校児童、その保護者たちにまで広まり、 アイヌと和人との学校統合の困難さを浮き彫りにすることとなった。普段は物静かで優しい白井の悲しさを敏感に感じ取った児童たちは二度といさかいを起こすことはなくなり、互いを気遣い、差別をなくす努力を始めるに至った。第二小学校とは違い、統合小学校では校長職以外は部下の職員たちが担当し、白井には校長室が与えられていた。 しかし白井がこの部屋に泊まることは滅多になく、欠席しがちなアイヌの児童がいれば、毎朝家に立ち寄るなど、児童たちの心に空いた穴を埋めようと必死の努力をしていた。休み時間になれば児童たちと共にグラウンドを駆け回ったり、共に池を作ったり、木を植えたりと、純粋な児童たちに関わることを生きがいとしていた。幼いアイヌの児童は、 校内でも庭先でもところ構わずに代弁をすることがあったが、白井は不満を言うどころか、微笑みながら、その始末をしていた。また、公務の傍らで、古丹の人々の生活物資の共同購入と、信用事業のための消費組合として、土工組合を結成したりと、古丹の協家にも尽力した。一方、自宅の来訪者に対しては、誰であろうと分け隔てなく、 玄関の前に正座して指を立てて迎えた。こうした白井の存在はいつしか村にとって大きな希望に村民たちにとっては大きな誇りとなっていった。伊達女子職業学校校長として推薦された際、村の勇士やアイヌたちが白井にアイヌに泊まることを懇願するなど、天人話が出るたびに村を挙げての反対運動が起こるほどだった。百二十四年、 白井は政府から高等官の一種である送人官の位を与えられた。当時は警察や司法関係者が多くつく役であり、学校長が選ばれることは日本全国的に見ても異例のことであった。村民たちは喜びには帰り、市街地から旧第二学校へと続く白井が毎日上り下りした坂道を白井坂と命名し、その名の石踏みが混流された。 白井も、また村民たちに感謝し、以来その坂を通る時には脱帽して、自分の心が緩まないよう無知を打つことを心がけていた。また、村民が祝賀のために記念品代を白井に送ったが、白井はそれを全額、学校の文庫と蓄音機の購入費として寄付した。1927年には、ペスタロッチ100年期にあたって、教育功労賞を受賞した。 同年の北海道内での受賞者は、ただ一人であった。1933年には、君六等随法賞を受賞した。私生活では1929年に妻に先立たれ、妻の病中に長女も入院し、妻の死後は残された子供たちの養育や家事に追われて、いたが、職場では、その苦労を、微人も見せることはなかった。妻があっても、学校へ出勤し、 隣重の知らせを受けてから家に戻ったという。1941年、アブタ小学校を退職。40年にわたって一つの学校の校長職を続けることもまた、日本全国的に見て、異例のことであった。アブタの村民たちは、長年にわたる白井の功績への感謝として、郵便年金の贈呈を申し出た。しかし白井は、自分への金品は無用として誇示した。 なおも、白い家の援助と恩返しのために贈呈を申し出る村民たちに対し、白井はそれを村の児童たちのために活用することを発案した。こうしてこの年金をもとに、白井育英奨学金基金が創立され、後の阿武田町育英基金へと引き継がれることになった。退職後の白井は、十五傍公会の主事となり、教え子たちの出生や帰還に携わった。同会廃止後は、 アブタ町役場の食卓となり、アブタ町市の編纂事務などに携わり、資料の収集や執筆などで、町の文化活動にも大きく貢献した。その一方では、うた支部の役員や、互助組織の責任者を務め、野学、生活全般の相談なども務めた。アブタ小学校の開校60周年にあたる1944年、白井の徳を称える町の有志により、 同小学校に小徳碑が混流された。1957年、教育功労者として北海道文化賞を受賞した。これを記念として、白井隆二郎先生共像規制会が結成され、翌1958年、阿部田小学校敷地内に白井の共像が完成し、除幕式が行われた。北海道伊達市の郷土視野である。 泉ずみたかしが1961年にカトリック教会設立のためアブタ町を訪れた際には白井自身は熱心な仏教徒にもかかわらず、泉みを援助した。泉みが教会堂を開き、児童たちを集めて日曜学校や学習塾を開いた。彼は校長として児童たちの相手を務めた。1963年にはアブタ町の町長を務めた。 那須義美氏とともに、阿武田町の名誉町民第1号に選ばれた。翌1964年君後東局実賞を受賞した。この他にも、同年までに、主なものだけでも10以上の表彰を受けた。1966年、脳梗塞により死去。没年齢83歳。最後まで名誉や地位を望まず、生涯無欲と製品を貫いた、白井の家には、 テレビも掃除機も洗濯機も残されていなかった。葬儀は、アブタ町葬として取り行われ、国別式では1300人の改装者が別れを惜しみ、その葬列は1キロメートルにも及んだ。新食を忘れて、アイヌ民族の生活向上のために奮闘したことから、アイヌの人々からカムイと呼ばれた。アブタの町民たちからも、異形の念を持たれており、カリスマ的な存在だったとも言われる。 アブタ国民学校の訓導であった、土橋シノブや、白井の教え子の一人である、元アブタ町長の岡村昌吉は、白井を以下の通り評価している。先生はご承知のように姿勢そのもののような方でしたから、職員に対しましても、皆よく各自の長所を発揮されるようにし、すべてを信じてお任せになられるので、私どもは常に責任を感じて喜んで仕事に励んでいました。 一度先生の元に報職した方は決して耐え、転出を考えられるようなことはありませんでした。私どもは本当に自負という感じです。土橋忍ぶ、村上1942、ピアニッシも176から177より引用偉い先生でしたよ。誰に対しても一切差別しないし、大人も子供も先生を町の自慢にしていた、神様扱いですよ。 名誉町民第一号で、いつまでもアぶた最大の人物だと思っていますし、先生を知る人には、有形、無形の影響を与えているはずです。岡村昭吉、山口1993、P により引用。岡村昭吉によれば、生徒たちが学校でいたずらした時など、バケツを持って立たされていると、白井が校長である私の責任なので、バケツは私が持ちますと言って、 生徒たちを介したという。同様のエピソードで、教師が生徒を叱って、床に座らせ、後で様子を見に行くと、白井が生徒と共に座っており、白井は、私は子供たちに座り方を教えただけと答えたという。白井は、学校以外でも児童に温かく接していた。ある時に、教え子のアイヌの児童の一人を自宅に招き、夕食を共にした。食材の一つが、アイヌには、 馴染みのないものであったため、その児童は気が進まなかったが、白井や家族たちに勧められて、口にすると、以来、それが大好物になった。こうした思い出は、白井の教え子たちがそれぞれ持っていると言われ、白井や家族たちが作る、温かな家庭の雰囲気のたまものであったとも言われる。愛出身の聖功会牧師であるエガ、江川虎像もまた白井の教え子の一人であり、 白井との関わりが、黄河の将来を決定づけたものとも考えられている。ありがとうございます。